アイテム番号 SCP-715-JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-715-JP が確認された場合、フロント企業及び NPO 法人から派遣された調査員として同居する家族に支援、指示を行い現状維持を徹底します。発見された SCP-715-JP に対して1ヶ月前に調査、記録を行いますが、対象の健康状態に影響を及ぼす可能性があるため、状況を鑑みて個別に頻度を調整してください。説明 SCP-715-JP は、維持要請を持っていると考えられる居室域です。SCP-715-JP は、一般的な居住家屋から発生するものであり、その発生プロセスは解明されていません。しかし、その居室を少なくとも寝室として使用している人間がいることが発生の条件の一つであると推測されています。SCP-715-JP が発生した場合、その居室を使用している人間、以下、居住者と表記、は1日のほぼ全てを SCP-715-JP 内部で過ごすようになり、外部に出ることを極端に忌避します。食事や排泄等、どうしてもその必要があると居住者が判断した場合にのみ外部に出ます。確保済みの SCP-715-JP の観察結果から、居住者の生活は起きている間にの活動に異様な点は確認されませんでした。SCP-715-JP 内に侵入しようとする人間がいた場合居住者はそれを妨害し、わずかでも侵入された場合、居住者は嫌悪感を示しながら侵入者を追い出します。また、居住者に対してインタビューを試みましたが、聞き取れる声での発言はほぼ得られず、親族が会話を試みた場合も同様でした。筆談等の方法に関しても居住者は非常に消極的であり、特筆すべき情報は得られませんでした。3SCP-715-JP を構成している部屋材及び家具、物品の内部には、居住者の同一の遺伝子を持つ神経、血管が通っておりそれにより物品は簡易的に固定されています。居住者はこれらと直接連続はしていませんが、SCP-715-JP に対する刺激を正確に感知します。SCP-715-JP 内部の物品を居住者の同意なく強引に移動させるとその物品に通っていた血管が裂けて出血が発生し、露出した神経に対する刺激は居住者に強烈な苦痛として伝達されます。この神経等は居住者がよく使用する物品ほど濃密に通っており、その物品を移動、破壊した時の出血と苦痛も激しくなります。最初の SCP-715-JP の報告事例は、市で起きた変死事例です。事件を直接目撃した両親より聞き取りを行ったところ、3年半外に出てきなくなった長男の自室から無理にパソコンを撤去した際、パソコンからの激しい出血と同時に長男が痙攣してどうかなくなり、やがて部屋全体が一気に朽ちてしまったと証言しました。現在14件の SCP-715-JP の事例後が確認されていますが、その発生はいずれも、市を中心とした半径 30km の範囲内であり、居住者の家族によれば居住者にその症状が始まった時期は20年月頃であるという話でほぼ一致しています。現在、20年月に、市で SCP-715-JP の発生に関わる事件があったと推測して調査を行っていますが、未だ有力な情報は得られていません。最初の報告事例において死亡した居住者の両親にはすでに記憶処理が行われていますが、その前のインタビューにおいて、息子は社会を怖がり、現実から逃げていただけだと思っていた。危機から血が出て長男が倒れ、部屋が朽ちた瞬間にそれが根元的な間違いだったと気づいた、と述べています。また、当該居住者の使用していたパソコンから、インターネット上の掲示板に自身の現状を相談したものとみられるログが発見されました。以下、その掲示板の抜粋文であり、249番及び同 ID の書き込みが居住者のものです。これは現在、居住者が SCP-715-JP に関することを外部に発信した唯一の記録です。回収されたログ。閉じる。タイトル。働き出して2ヶ月だけどもう辞めたい。249、ネーム、2000年、月、日、井戸不動40005A。でも1は社会復帰してる分立派だよ。俺のが状況としてはやばいと思う。親もなんか明らかに俺のせいで苛立ってるような雰囲気する。早く自立しなきゃって決意したんだけど、やっぱり怖さも感じる。復帰できたやつってその前の段階でやってたことってある？250、ネーム、2000年、月、日、ID。とりあえず早起きして外出って日光浴びとけや。251、ネーム、2000年、月、日、ID。家の周りの散歩でもいいから外には出るべき。
あと少しでも人と話すといいぞ。店員に注文するとかそんなんでも。252、ネーム、2000年、月、日、緯度4000を A。外に出るのはまだちょっと無理。部屋から出ない範囲でできることない？253、ネーム、2000年、月、日、ID。一歩目踏み出せないなら永久に無理だぞ。一応立派だと思ってるなら見習えよ。有言不実行とかクズの極み。254、ネーム、2000年、月、日、緯度83217A。もしかして食い物の味がわからないのに食欲増したりしてない？255、ネーム、2000年、月、日、緯度4000A。187、254、なんでわかった？256、ネーム、2000年、月、日、緯度83217A。そうか、来世に期待しような。257、ネーム、2000年、月、日、ID。ごくつぶししね。以降、居住者の書き込みはありません。254番、および同 ID の書き込みについて調査を行った結果、府、町に存在する家屋からの書き込みであることが判明しました。当該家屋の調査の結果、2階の一室を形成する部屋材が扉を含めて牢のような質感の白く硬い物質で塗り固められており、その物質には血管と神経が通っていることも確認されました。透視検査によると内部は空洞ですが、溜まっている大量の液体の上に細胞の塊が浮かんでいる状態であると観測されています。これらは時間とともに、元から部屋内部にあったとされる物品と混ざるように変異し続けており、現在も経過観察中です。当該家屋で生活していた居住者の家族は行方不明です。